Pastor Peter 同埋啊幫手翻譯啊。Testing, 感謝いたします。ハレルヤ、感謝主。お祈りいたします。咁我哋一齐祈祷先。天のお父様、天父啊、今朝はこのアメージングレイス教会において、今朝你去到アメージングレイス教会、共にあなたを礼拝する時を与えてくださったことを感謝いたします。你赐俾我哋咧，同啲弟兄姊妹一齐敬拜赞美，感谢主。素晴らしい聖霊様の臨在の中で、我哋感受咧与主嘅同在。愛する兄弟姉妹と共に、我哋同咧你所爱嘅弟兄姊妹一齐啊。主はあなたの皆をあがめたことを感謝いたします。我哋咧真系一齐去高举主你嘅圣名啊，感谢主。これから私が呼ぶ記からお話しいたしますけれども、我哋咧会咧一齐分享咧约伯记。どうぞ御言葉だけが彼らの言葉にとどまりますように。難事我哋咧真系去听你嘅讲。あなたの言葉が人を生かします。我哋咧真系去行你嘅道。イエス様、どうぞこの後すべて導いてくださりますように。神啊，请你带领我哋。イエス・キリストの皆によってお願いします。我哋祷告奉靠主耶稣基督嘅名祈求。アーメン。お願いします。ハレルヤ、感謝します。はい。沖縄から来ました、ピーターと言います。よろしくお願いします。咁咧，佢叫ピーター啦，系由冲绳过嚟噶啦。沖縄の小さな教会で、牧師をしております。咁佢咧就喺沖繩嘅教会咧就唔系话好大嘅啫。昨年ですね、昨年の2月と8月に、咁啊去年咧2月至8月左右啊，ガーポ先生が素晴らしい、この教会の皆さんをお連れ、沖縄にお連れしてくださいました。2月8月咧，ガーポ咧就姊妹咧就带咗佢哋啲弟兄姊妹嚟到沖繩探佢哋啦。沖縄 の, あの子供カフェとありまして、他们冲绳那里有个地方叫子供カフェ。非常にあの家庭が複雑な子供たちを、カフェで、食事を与えております。那个地方呢就是说，招待一些呢就是他们屋企呢的环境有啲问题嘅嘅细路仔啦，咁咧就会提供一叫做小吃或者晚餐啊，咁样啦。私たちが住んでるところが非常に沖縄の地域の中でも一番この貧困率が高いところであります。咁佢住嘅地方咧，喺冲绳咧，系最穷嘅一个区域嚟嘅。私たちもそのことは薄々知っておりましたけども。虽然咧，佢都即系都大概都知道嗰个情况系点样嘅。そういうところまで伝道するあの力がありませんでした。但系就冇话真系好落力咁去同佢哋传福音。ですけどもイエス様が小さいものにあなた何ができるんですかとおっしゃってくださいました。神同佢讲，你话对呢啲细咁细嘅灵啊，你可以做到啲乜嘢咧？で私は忙しいので、それイエス様他の方にお願いしますと言いました。佢就同神讲话，我好忙啊，神啊，你揾第二个啦。そう言った瞬间、私の目から涙がダーって涙が溢れました。当佢讲咗呢句之后咧，突然咧，哇啲眼泪咧忍都忍唔到，系咁流。もう私じゃないんです。系咪我咧真系要做啊？イエス様が悲しんでおられるというのを分かりました。咁神佢就同佢唔系我啩，咁神咧就好伤心啊。イエス様分かりました。咁佢就话。我知啦，うちの和美さんと話をしてやります。咁啊，翻嚟咧就同阿太太傾啦，然後就開始就做搞呢個事工啦。それが3年前であります。咁啊，係3年前嘅事啦。本当にそのことによって、国も政府も動いてくださり。咁啊，就去開始搞呢個事工啦。咁啊，好多人都認識佢啦。本当にこの国からの補助金も与えられましたけども。咁啊，亦都得到咧政府嘅援助啦。聖書に書いてありますように、人はパンだけで生きるではないって書いてますね。咁啊，我聖經都講啦，我哋咧唔單止係要食物嘛。いくら子供たちにご飯あげても、この子供たちは
自立できないんです。咁啊，但系即使佢哋有食物啦，其实啲细路仔有好多嘢都做。それが分かりました。就系个心灵唔得。そのことによって私たちはもう福音を伝えました。所以咧佢就明白呢件事咧，佢就开始同佢哋。そういう子供たちに対してはもう神の言葉が必要だと分かったんです。咁佢亦都知道咧，啲细路咧系需要神嘅话语啊。子供たちは変わりました。咁啊，然后咧真系佢当佢传福音之后咧，啲细路仔咧改好大嘅改变。喜んだ子供たちは学校とか先生とかいろんな人に伝道しました。咁佢哋因为太开心啦，佢就会翻去学校啦，就同佢啲老师啊、朋友啊，佢就传福音啊。ですけど、日本の政府はこの福音を伝えることは禁止ということでした。咁啊，但系政府嘅部门咧就同佢援助佢哋嘅部门就话：你唔可以啊，唔禁止佢哋传福音。これ以上あなた方がイエスキリストの福音を伝えるんだれば、子供カフェで伝えるんだれば、補助金打ち切りって言いました。咁啊，同佢哋讲啊，如果咧你哋咧啲细路仔去传福音，或者你通过子供カフェ去传福音嘅，我哋咧就唔会再发援助金俾你噶啦。私たち祈りました。咁佢就为咗呢件事祈祷。補助金打ち切られるともう潰れるかもわからない。咁啊，如果冇收冇呢啲 support 嘅金钱嘅 support 嘅，可能我哋咧做唔到落去。でも潰れるまで私たちは福音を伝えようと決めました。但系话即使咧真系做唔落去咧，我都要传福音。そして私たちは去年4月に切られました。咁啊，去年咧四月咧，佢哋就再冇接受咧嘅经济嘅 support 啦。学校と地域の人たちと。それから市役所の方たちは私たちの敵になりました。咁咧就佢咧就系学校嘅老师啦，周围好多人都唔又系唔中意佢哋传福音啦，或者系个政府嗰啲部门咧，嗰啲援助福利处咧都唔中意佢哋啊。しかし私たちが本当にこの香港の皆さんがいろいろ祈ってくださって、たくさんの短期選挙で沖縄に、若い人たちを送ってくださったんで、沖縄の子どもカフェは盛り上がりました。但系咧就系香港嘅弟兄姊妹咧为佢祷告啦，亦都差咗好多咧你哋嘅短宣队咧去到佢哋嗰边啦，就令到咧佢哋咧火个心啊好火热啊。特に8月は本当に皆さんが、一生懸命、子どもカフェ関わってくださって。特別係七八月嗰陣時咧，好多唔同嘅弟兄姊妹嚟到嘅子供カフェあ。私が驚いたのはガポ先生が朝から夜遅くまでずっと関わってるこの姿を見て驚きましたね。係啊，亦都見到阿加布咧帶住呢啲弟兄姊妹，哇！由朝咧真係咧帶個隊咧帶到晚啊。もう倒れるんじゃないかと思ってました。哇！佢哋會唔會冧㗎？真係咁攰。あまりにもこの教会の若い人たちは元気ありすぎて。但系见到你哋咧，嗰啲弟兄姊妹好多年轻人啊，哇，真系好有活力啊！你哋もう眠ってないんじゃないかと思うぐらいの。佢话咧，真系你哋其实系咪一路带一路瞓觉？すごいパワフルで。真系好有活力啊！好。私たちはみんなびっくりしました。所以佢哋觉得哇，好犀利啊！真系好惊讶。香港の人は人間なのかなと思いました。香港系咪人嚟噶？你哋ロボットじゃないけども。真系未见过咁样。このバイタリティはどこから来るんだろうと思いました。咁啊，你哋真系有个灵喺边度嚟嘅咧？今日この礼拝出て分かりました。咁所以咧想嚟睇下，所以今日咧就参加你哋嘅崇拜。聖霊の力を受けてたんだなと分かりました。今日咧喺呢度咧感受到聖靈嗰个力量啊！本当に感謝いたします。真系好感謝你哋。それから子供カフェこの後の話いたします。咁啊就系跟住咧，你哋短宣之後咧，嗰段時之後嗰段時間嘅子供カフェは8月に皆さんが撒いてくださった種。咁啊，八月咧，你哋嚟短宣啦，撒咗好多种种子。一週間その時間です。咁啊，時間啦。お金も捧げました。亦都奉獻啦。祈りも捧げました。亦都係咧就代禱啦，你哋。子供たち愛によって使えてくださいました。亦都咧用愛去接待啊嗰度嗰啲中小學生啦。そのことによって子供たちが変わって。就因為你哋係咁樣啊，佢哋令到嗰度嗰啲小朋友咧，都嗰啲青年咧都改變。私たち。敵だと思ってたと親がですね、関わるようになってくださりました。咁一向咧就会视佢哋为敌嘅咧，嗰啲父母啊，都系有啲咧就会嚟咧联络佢。そして子供たち親がカフェに来るようになりました。有啲咧妈妈咧会咧就系去到子供カフェ嗰度啊，以前唔会去嘅。そして子供カフェの一緒にご飯も作ってくださりました。一齐咧帮手煮饭。そして学校から私たち呼び出しを受けました。今度は地域の学校から。後来呢学校方面呢就又找他、哦、子供が変わったんですけどもということで学校の方から我見呢有些学生呢去你的子供カフェ呢很大的转变、哦、学校の先生が子供に聞いたそうです。なんで君は変わったんだって聞いたそうです。其实呢老师呢直接问那些学生为什么你有这么大的改变呢。僕は子供カフェに行って聖書を読んでるからだよって言ったそうです。那些学生就说我去每日都有去子供カフェ在那里读圣经。
そのことによって先生が驚きました。老師聽到佢咁講咧，都覺得，咦，好怪咯。で結局学校に行って先生たちとミーティングをすることになりました。咁啊，所以咧，嗰啲老師咧就叫佢一齊嚟咁啊開會啦咁啊。これから学校は子供カフェと提携していきたいと言ってくださいました。咁佢就嗰老師話：啊，今後咧，我希望咧同子供カフェ咧睇下有咩合作可以。市役所も私たちの敵でありましたけども。咁啊個福利處咧同佢都係咧，頭先講過咧，就唔中意佢哋啦。今毎週ニコニコしてきます。依家咧每個星期咧，佢都揾啲人咧係過嚟咧，子供カフェ咧喺度。私たちがあなた方の後ろで保証人になって、いろんな学校の紹介しますからということを言ってください。咁佢就同佢講話，我咧就成為你嘅保證人啊，你可以咧去啲唔同嘅學校嗰度咧去睇下有咩可以合作。他の学校の先生たちも子供カフェに来るようになりました。所以咧，第二啲学校有啲老师咧都过嚟子供カフェ咧去到观摩。学校教育でできなかったことが。因为咧可能佢哋喺学校个教佢哋咧都教唔到啲细路仔啊。家庭で教えることできなかった子供たちが。喺屋企咧，嗰啲家长又唔识教啲细路仔。皆さんの働きを通して、また本当に祈りを通して子供たちは変えられたわけですね。通过你哋咧，真系你哋嘅工作啊，你哋嘅祷告咧，嗰度嗰个子供カフェ嘅嗰啲年轻人啊、小学生啊，有好大嘅改变。間違いなく皆さんが撒いた種は成長してます。我好深信啊，你哋咧所撒嘅种咧，依家咧已经系发紧苗啦。ちょうど一週間前です。咁啊，啱啱咧一个星期之前啊。また香港のチームが12月26日から1月1日まで短期選挙で来てくださいました。有一隊香港短宣隊12月26日至1月1日就去佢哋嗰度短宣。で12月30日に、彼らが、夜夕飯は香港ナイトしようということで食事でもてなすということになりました。私たちを12月3号嗰晚咧就话搞一个咧香港之夜啦，咁啊煮啲香港嘅餸招呼下冲绳嗰啲当地嘅人啦，咁样小さな教会で私たちが何名来るかなということで彼らは食事を準備しました。咁因为佢个教会都唔系好大嘅。ところがびっくりしました。私煮咗啲嘢咧，咁谂住招呼啲人数都唔会好多嘅。子供カフェの親と子供たちが30人来ました。咁咧当日咧就系子供カフェ嗰啲小朋友啦，或者中学生咧，同埋佢啲父母啊，就差唔多30人啊嚟到啊。初めてでした。もう奇跡でした。佢咧真系未试过嘅，所以觉得好开心啦，好惊奇哇！それでエドモン先生も喜んじゃってですね。当日咧香港嚟嘅牧师咧都好开心啊。すぐ今度は集会しようと言いました。咁咧就话，唔好净系食啦，不如咧我哋依家咧一齐去崇拜咁样。で賛美をして福音を伝えました。咁咧大家一齐敬拜咧，亦都系喺嗰度咧就分享信息。私はもう内心ドキドキしました。咁佢其实佢心里边咧，个心啊卜卜咁卜卜咁跳啊。でも熱心にお母さんたちは聞いてくださいました。咁佢因为惊咧嗰啲嚟嘅嗰啲父母咧唔中意啊，点知咧佢哋咧好用心咁听嗰个信息。そして香港のクリスチャンたちに非常に興味を持っております。亦都咧对香港嘅基督徒咧好有兴趣啊。なんでこの人たちこんなに優しいんですか。佢话点解你哋香港嚟嗰啲基督徒咧咁好？何がこの人たちを動かしてるんですか。点解会令到你哋会咁样做咧？それが今聖書でありその神様であるということを今知りつつあります。咁啊，所以咧。佢哋咧就依家就好想认识圣经啊，或者耶稣啊，系。おそらく今年そのお母さんたちが子供を連れて香港来ると思います。咁咧佢哋咧谂啦，佢哋啲妈妈就想话试下嚟香港啊，睇下香港嘅基督徒啊教会系点样。私たちもいつも香港のこと自慢しておりましたんで。佢亦都咧喺香港咧，喺都去咧赞啊，成日都喺佢哋面前咧赞香港。そのことと余計に皆さんのことをですね、本当に知りたいと思っております。所以咧，更加咧嗰啲佢哋啲媽媽咧，更加想話知道香港係點嘅，啲基督徒係點嘅，教會係點嘅。本当に、この教会から短期選挙で送ってくださった本当にこの先生ご夫妻と教会の皆さんと、そして主に心から感謝したいと思います。真係好多謝啊！你教會啦，差有啲短宣隊過去啦，亦都咧好多謝咧神咧就差你哋過嚟啊！アメン。はい、それでは、今日は旧約聖書の予部記の方からお話をしたいと思います。今日ね、我哋睇下就約伯記啊、舊約聖經嘅約伯記。もう皆さんの中にはもう予部記の話は何度も聞きました。咁可能咧，你哋可能聽約伯記咧，你都聽過好多好多次啦。内容も知ってますっていう方がほとんどだったと思います。可能咧，冇人話唔知道啦。それでは予部記の一章から読んでみたいと思います。我哋咧睇下由約伯記一章開始睇。ヨブさんがどういう人だったかということがこの一章の方にはちゃんと書いておりますね。咁你会睇到咧，約伯咧系一个点样人咧？喺一章嗰度。一
節から、5節まで読んでもらいます。咁、我依家读一章一至五节啦。咁啊，乌斯地有一个人名叫约伯，那人完全正直，敬畏神。远离恶事，他生了七个儿子，三个女儿。他的家产有七千羊、三千骆驼、五百对牛、五百母驴，并有许多仆婢。这人在东方人中就为之大。他的儿子按着日子各在自己家里设摆宴筵，就打发人去请了他们三个姐妹来与他们一同吃喝。宴筵的日子过了，约伯打发人去叫他们自洁。他清早起来，按着他们众人的数目献燔祭，因为他说：恐怕我儿子犯了罪，心中弃掉神。约伯常常这样行。系，约伯は本当にたくさんの財産持っておりましたね。咁约伯咧好有钱嘅。たくさんの使用人もいました。亦都有好多仆婢啦。そして、愛する子と、息子娘に恵まれました。亦都有好多仔女啦。そしていつも神様を恐れてましたね。亦都系好敬畏神嘅。素晴らしい方でありました。真系一个咧好细，即系好好我哋好好好好嘅人。ところが6節から8節まで読みますと、如果你但系你睇落第六第七節嘅话，神様がサタンに対してこのヨブを誇って自慢してるんでありますけども、咁啊耶和華咧喺撒旦面前咧就系称赞咧约伯。12節以降からは それではということで、サタンがヨブをテストしに行きます。但是在12節的時候就サタンは我試一下加害這個約伯那你會怎樣呢。神様はサタンがヨブの財産を奪うことを許可してしまいました。耶和華就容許約伯將容許撒旦將約伯的財產拿走。それから13節から19節までになりますと、13節至19節的那裡講了ヨブの財産である家畜や使用人、そして大切な息子や娘たちまで失ってしまうわけです。不單止財產、連他所愛的子女都是拿走了。今日のテーマでありますけれども、その時ヨブは20節から読んでもらえますでしょうか。20から22。今日の主題は20、21節。約伯便起来撕裂外袍，剃了头，伏在地上下拜，说：我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐是的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称重的。はい、その中で今日のテーマは21節の主は与え主は取られる主の皆を褒むべきかなというところであります。第22節、賞賜也是耶和華、收取也是耶和華、耶和華的名是應當稱重的。2章に入りますと6節の方で今度はヨブの命には触れない条件で、サタンがヨブの体に悪性の死を起こしてしまいますね。第6節に看ね、耶和華は准許サタン可以怎樣加害他，但是不可以取他性命。8節になりますとヨブはそのたくさんのなんか腫瘍ができたために、土器のかけらで自分の体を描いてたと書いてますね。然後就約伯後來咪生咗好多瘡嘅，用啲瓦片咧喺度割啊。咁啊，ヨブは大切なものを失ってしまいました。3つ失いました。咁咧佢咧失去咗三樣咧好重要。一つは全ての財産失いました。第一樣咧就係所有嘅財產冇曬。二つ目は自分の大切な愛する子供たちを失いました。第二樣就係所愛嘅所有嘅仔女冇曬。三つ目は自分の健康まで失いました。第三樣咧就係自己嘅健康都冇埋。そして二章九節になりますと、然後咧第二章、第九節。自分の愛する奥さんからは、あなたはもう ここまでして神様を信じるんですか？神を呪って死になさいと言われるわけです。咁咧就佢太太同我話：你咁樣，你已經係咁嘅環境，你仲信？你不如放棄啦咁啊！奥さんにもある意味では見捨てられました。咁個太太咧就開始就係咁樣勸佢啦。非常に孤独な中に入ってしまいました。咁啊，亦都離開佢嘅，變咗約伯咧就好孤單啦。2章の11節になりますと、ヨブの噂を聞いたそのお友達が励ますためにやってきました。11節の時に、約伯有3個朋友、聽到他的遭遇就離婚去了。ところがヨブを見ても、それがヨブだと分からないほどに彼はもう変わり果ててしまったわけですね。初頭呢、見到約伯呢、差点都不認得他。もし私たちがヨブの立場だったらどうするんでしょうか。如果你是約伯的這樣的情況的時候、你會怎樣呢？3章の1節になりますと、さすがにヨブも、自分の生まれた日を呪ったって書いてますね。三章二節嗰时咧，约伯咧就真系咧
連自己的出生的日咧都喺度诅咒。ヨブの心の中に大きな疑問があったと思います。咁啊，約伯嘅心里咧有一个好大好大嘅疑问。神様を信じて。我哋信佢信神様を恐れて亦都敬畏主神様の前に正しく生きたのに我真係喺神嘅面前咧我係一个咧正直嘅人なぜこのような不幸が私の身に起こったんですかということですね点解我要遭遇咁多咁多嘅不幸咧なぜ私だけがこのような苦しみを合わなきゃならないんですかということです点解我要咧活在咁悲伤咁痛苦嘅当中なぜ私だけがこのような不幸を受けなければならないんだということです点解只有我一个咁不幸咧ヨブは孤独になりました。やっぱね、好孤单、好孤单。もう今で言えば家の中に引きこもっちゃったわけですね。咁啊，依家可能咧，你会睇下嗰啲咧，自己一个人嗰啲宅。ヨブの目で見えるこの先は。やっぱね、去睇佢自己嘅将来系点咧？絶望です。系绝望。もう希望がないんです。完全冇任何盼望。財産失った。冇晒所有财产。子供もいない。啲仔女又冇埋。奥さんにも私はもう見捨てられた。咁啊，个太太亦都离弃佢。自分まで病気になってしまった。连自己都有咁有病。この世の中で希望を持つというのはもう不可能です。所以咧，你完全系冇任何盼望噶啦，人生。今日本の若者の自殺ですね。咁啊，日本咧依家个自殺率啊，残念ですけども世界一です。系年轻人嘅自殺率咧，系全世界系首屈一指嘅。18歳から35歳までの若者です。18歳至32歳左右嘅年轻人。たくさんの若者が今自殺しております。有好多好多咧，呢个年龄层咧系自殺嘅。些細な理由で自殺します。系啊，一啲好少好少嘅理由就自殺。いつもニュースにはもうニュースに出てきます。どこの学校の生徒が。咁啊，好多时咧睇新闻都见到，譬如啊对学校嘅制度啊，学校の校舎が飛び降りたとか。咁啊，譬如啊啲首吊ったとか。有学校嗰度啊跳楼啊咁样啊。悲しい、ニュースばっかり流れております。でも見到好多好悲惨嘅唔开心嘅新闻啊。そして、そのいじめ、自殺の原因でありますけども。咁啊，其中咧有啲人咧睇啊，啊佢哋点解会自杀咧？一番多かったのがいじめだったそうです。最大嘅原因咧，其中一个欺凌啊。それから二番目に人間関係がうまくいかなくてもストレスを抱えてしまったそうです。第二個咧就人際關係啊，佢哋好差，就所以咧佢哋就自殺。そして不安になってしまった。咁啊令佢哋咧好不安啊，人際關係啊。で精神的にも鬱になってしまったんですね。咁啊，譬如精神上咧就變咗好抑鬱啊咁樣啊，所以決定係了結自己。そういうことが日本の若者の自殺の原因だと言われております。所以咧三大原因啊，就係年輕人咧自殺嘅。私はもう一つ付け加えるとしたら。咁佢又加多一個原因。学校教育にも一つ問題があると思っております。咁佢覺得咧，學校嘅教育咧都係好大嘅問題。日本の学校では、小さい時からずっとダーウィンの進化論、それを本当なんです、真実なんですということを教え続けてきました。今もそうです。咁啊，日本咧，佢哋咧由細個開始咧就教佢哋嗰個進化論啊。ですから本当に、そのことによって日本の子供たちがもう自分たちは猿から進化してきたもんだと思っております。咁咧，佢哋所以咧，佢一路都認為咧，自己係由咧馬騮一路演變成嚟嘅。そしてもう一つ日本にも大きな問題起こっております。咁佢話仲有一個咧好大嘅問題。オカルトです。オカルト、霊媒みたいな悪霊のスピリチュアルとか。信嗰啲咧咁樣嗰啲嘅靈異啊。その教えの中で、倫理思想わかります？倫理。譬如就好似我哋佛教嗰啲咧轮回啊嗰啲咁嘅思想啊，これがねもう本当に広がってます。咁啊好多人咧都即系呢个咁嘅轮回嘅思想咧，好多都听过啦。おそらく日本人の半分ぐらいは私生まれ変わってきたと思ってます。咁啊，所以佢觉得咧，可能啊一半嘅日本人咧都觉得自己咧可能咧系轮回嘅，普通に話してても私の前世はって話します。咁啊，好多时啊，我前世系乜？我前世系乜？ですから。自殺は怖くないって言うんですよ。所以佢哋覺得啊，自殺其實都唔係好恐怖啫咁啊。生まれ変わって生まれ変わって進化するんだと。咁我就會輪迴啊，變咗第二樣啊，我哋會進化係第二樣。神のようになっていくという嘘をつきます。咁啊，或者可會成為神啊咁樣啊。そういうことでたくさんの人が騙されてるわけですよ。所以其實咧呢啲咁嘅説法咧係就欺騙咗好多人啊。ですからそういった人たちに対しては本当にその苦しみとか苦難というのは。
解決ならないんですね。所以但系呢啲咁嘅说法咧，对于佢哋身处嘅佢哋嘅环境困难咧，都当中咧，死ねば楽になると思ってます。系冇任何解决到嘅，系只系咧令佢哋咧越嚟越痛苦嘅啫。ですから本当に、私たちにとっては今日本にとっては非常に危機だと思っております。咁其实咧真系一个危机嚟嘅，对于日本嚟讲。私たちもそうだと思いますね。まあ例えば会社が突然倒産したとか。咁譬如咧，我哋身处嘅环境突然间个公司倒闭。会社でリストラ、或者被人炒魷魚、あるいは家族の中で突然病気の人が出てしまったりとか、或者你家人咧有人咧突然间患咗重病、あるいは自分自身がこの交通事故でちょっとね目が失明したとか、或者我哋咧有时可能体が不自由になった人とに、断手断脚或者失明啊等等咁嘅啲意外、このようなことが起こった時に人は考えるんです。咁遇到呢啲事情嘅时候咧，可能咧嗰个人会咁样谂啊。なぜこのようなこと起こったんだろう。点解我身上会发生咁嘅事咧？私何かしたんだろうか。系咪我做咗啲咩唔好嘅事，所以咁样咧？ですから、いろんな人に相談します。咁好多时咧，就揾啲人咧去咧，就倾啦咁样。偉い人たち言うんです。我揾啲话好有名声嘅人咧去。苦しくても頑張って生きるんだ。有啲人就话你喺痛苦当中咧，你继续努力就得噶啦咁。お前なら大丈夫だよ。你咧必定可以做得到嘅，一定得嘅。頭をプラス思考に切り替えて生きるんだ。你咧要将你嘅思维咧转一转啦，咁啊得噶啦咁。苦しくても生きてればきっといつかいいことあるさ。咁啊，虽然你而家好惨啊，但系咧你继续生存嘅话，必定咧会有好转嘅咁啊。しかし本当にこの絶望の中にある人たちは。そのような言葉よりも人は苦しくてもなぜ私たちは生きていかなければならないんだということ疑問があるんです。其实对于这些人身处痛苦当中他们其实很大疑问，为什么我这么痛苦还要继续生存呢？なぜ苦難の中で私たちは生きていかなければならないんだろう。为什么我在这么困难的当中遇到这么多问题的当中我还要生存呢？生きるとは何だろうか。我生存是为什么呢？そのことに対して疑問を持ってるんです。答えがないんです。对于他们来讲有咁大嘅疑问，但系咧又揾唔到个答案。ですから励ましの言葉よりも、所以咧你鼓励佢嘅说话，你去听鼓励说话，其实唔系话唔中意嘅。生きることに絶望してる人たちには、所以对于呢啲绝望嘅人咧，生存绝望嘅人啊，神の言葉である聖書を語るしかないんです。我哋咧唯有系讲咩？讲神嘅说话，讲圣经嘅俾佢听。ヨブのような立派なクリスチャンだっても、即使ヨブは一個咁好嘅基督徒、皆さんのような謙遜なクリスチャンだっても、咁啊，亦都係一個好謙卑嘅基督徒。思いがけない試練が来るかもしれません。咁啊，即使你哋都係啦，可能咧有啲試練咧，你諗都諗唔到會隨時會發生。イエス様を愛して、你愛神。神様を賛美してても、你即使咧係有愛神有敬拜神。毎週の教会やセルグループに参加して。譬如我都好熱心咧參加啲小組啊，教會嘅小組啊。參加してるクリスチャンだっても、即使你係一個咁嘅基督徒。もしヨブのようなそのような不幸が起こってしまった時どうするんでしょうか。當你咧好似遇到約伯同一個遭遇嘅時候，你會點樣咧？何かしたんだろうかって疑問が出てきますね。可能你會出現我做咗啲乜嘢壞事，所以咁樣咧得罪咗，做咗犯咗咩罪咧？数日前に日本の熊本というところで地震が起こりました。咁啊，幾日前咧，熊本咧嗰度咧就發生個地震。3年前にも大きな地震がありまして。3年前咧，亦都有發生一個好大嘅地震。たくさんの家が潰れました。好多嘅樓咧都冧曬。橋は落ちました。啲橋咧又冧曬。道路はもう、なんていうんですか、ひび割れて歩けなくなりました。咁咧啲路咧都裂曬咧，咁啊啲車行唔到。たくさんの人が亡くなりました。亦都係當中咧好多人咧罹難啊。熊本に私の知り合いの牧師がいました。咁咧佢咧喺熊本咧有一位佢認識嘅牧者。私は心配になりまして電話しました。咁佢擔心啦，牧者啦，牧師咧就食料がない、水がないということです。佢話咧冇嘢食啊，冇水啊，依家。私はすぐ沖縄から飛びました。咁咧就佢又沖繩咧就走過去。食料水全部調達をしまして大きな船乗っけて。佢就咧就話搞咗好多糧食啊水啊就運過去啦。もう田舎の道を通りながら、いろんなその道を通りながら、なんとか熊本にたどり着きました。咁咧又抄咗好多小路啊，點樣好迂迴咁咧，只去到揾到嗰個牧師。その牧師さんにお会いしました。咁咧就去支持個牧師。教会は無事でした。好彩就教會咧就冇事。そこをセンターにしまして、たくさんの被災地に食料とかいろんなものを配りました。咁咧去到咧嗰個救援中心嗰度咧，就將佢啲資源咧分配咗俾嗰啲人。私たちは教会で宿泊しておりました。
咁啊，佢嘅教会咧，亦都真系得个好大祝福。その夜です。私たちは、喺个教会咧，亦都系その牧師先生三人で私たち食事しておりました。咁啊，佢住喺嗰个教会嗰度暂时，咁咧就咧就同佢三个人咧，同牧师咧，咁啊喺度倾偈啊，食饭。その時私と一緒に行ったその若い子に男性に聞いたんですね。当中有一个年青人啊，男仔。あなたのお子さんは今何歳ですかと聞かれました先生が。咁啊，个牧师啊问佢啊，你个细路仔几大啊？咁样。ああ、私の息子は今一歳になりましたって言いました。我个仔咧，咁啊，个人回答啦，我一岁左右啦，咁样。その牧師さんはこう言いましたね。これからが大切ですよ。咁啊，个牧师就同佢讲啊。小さい子供から、ね、目を離さないようにしなさいと言いました。今後嘅時間咧，好重要噶啦，一定咧要有正確嘅教導俾佢啊。まあ、そういった後に先生がしばらく、ね、考え込んでおりました。先生が。咁啊，跟住講完之後咧，個牧師咧就停咗喺度諗緊啲嘢。そしてこう言ったんですね。実はということでね。然後咧就講話，其實咧咁啊。私は以前家庭を持っておりましたと言いました。咁我以前咧都有個家庭嘅。その先生は当時57歳でありました。当時咧佢就57歲嘅。でも先生の子供は小さかったんですね。但係佢細路好細個。7歳と4歳と2歳でした。有三個。7歳、4歳、4歳、4歳、2歳。仲間2歳。57歳の先生に小さい子供いたんです。私は最初、おじいちゃんかと思ってました。佢以為佢一個人嘅啫。先頭以為冇。それぐらいちょっと年の差離れてたわけですよね。疑問はありました。咁佢咧就係有啲疑問啦，就係。それで先生が私は実は以前家庭を持っておりましたとびっくりしました。咁啊話，我以前咧其實咧都有家庭嘅，咁啊。私は高校生の時にイエス様を信じました。その先生がね。個牧師が講咧，高中生嗰陣時咧就信咗主。そして私は一生懸命イエス様を信じてたくさん伝道しました。咁咧我就好努力咧，咁咧為神咧工作咧信就傳福音。事情があって高校を辞めました。但係咧有啲問題咧，後來咧就我中學咧就冇讀啦。その後学歴がないので。肉体労働しながら私は教会に使いました。咁啊，因为咧我就冇咩技能啦，咁啊就做一啲用力嘅工作咧，就亦都服侍教会。そして22歳の時に結婚しました。22歳嗰阵时咧，我就结咗婚啦。教会の姉妹でした。咁啊系教会嘅姊妹嚟嘅，结婚嗰个对象。そして娘が1歳3生まれまして1歳3ヶ月になった時でした。咁啊后来咧生咗个女啦，咁啊一歲三個月左右啦，個細個女嗰陣時。私がこの先生ですね、二階の書斎で、ジムやってる時に。二階の。デスクワークしてる時です。はい。家の二階で。はい、屋二樓は佢哋一樓二樓咁啊。二階、下の家は奥さんが大きな声で私を呼びました、その先生をね。咁啊，佢喺一樓嘅嗰個太太咧就好大聲咧就同佢喺二樓嘛個牧師，咁啊就叫佢啦。なんだろうと思って急いで階段降りました。咁佢就咁大声叫我咩事咧？咁啊系咁冲落楼啦。すると奥さんがその1歳3ヶ月の娘をずぶ濡れてしまったその赤ちゃんを抱っこしてました。咁咧就嗰、那个佢太太咧就抱住嗰佢个女。どうしたんだと聞きました。咁啊问佢咩事咩事咩事。私が食事を作った間にこの子が いなくなっちゃったの。見えなくなっちゃった。咁佢煮饭嗰阵时咧揾唔到佢个女，见唔到佢个女。それで探してみたら、咁啊揾下就是咁啊揾佢女。お風呂場が少し空いてた。咁啊就係去咗沖涼房。でそこ開けると、佢打開個沖涼房門。バスタブの中にうつ伏せになってこの子が浮いてたって言うんです。因為咧你見日本咧咪通常個沖涼房個浴缸咧會裝滿水嘅，佢話見到佢個女咧伏咗喺個水缸個水池嗰度。慌てて抱き起こして。咁啊佢好急咁啊即刻抱起佢啦。もう救急車だ時間がない。已经都系叫救护车都冇时间啦。車に乗せて、近くの病院に走っていったそうです。咁啊，即刻咧带佢哋一家人咧就带佢两公公咧就带佢去医院啦。救急の病院に入りまして、入咗去急症室。ベッド寝かしました。咁啊，抱咗落床。急いで手当てしてくださいとお願いしました。咁啊，然后咧即刻去急救啦。ところがなかなかお医者さんの部屋から出てこないお医者さんが。但系咧，佢一路都唔见咧医生出嚟喎。看護師もいるんですけども、先生の指示がないんで動かない。因为咧，虽然有护士，但系冇医生啊，冇医生讲话啊，应该跟住点做点做咧，佢哋唔识点样做。时间的问题なんですね。咁啊，依家就系分秒必争嘅时候啊。急いでくださいって何訴えると。咁啊，叫佢哋啊，你快啲叫医生。娘が死にそうなんです。我个女啊，就嚟死啦咁啊。やっと部屋から出てきましたお医者さん。終於咧，个医生咧就由房出嚟。
そしてその娘さん手当てやり始めました。咁啊，開始咧就為佢再急救啦。脈を取って。啊，就把佢把脈啊，同佢把脈。亡くなってますと。話誒，唔得啦，冇得救啦。彼は絶望しました。嗯，咁佢當時真係好絕望，好絕望。彼はどのようにしてお家に帰ったかわからない。嗯，真係咧，真係講唔知講啲乜嘢。そして彼は家に娘を連れ帰って。哦，咁然後咧就帶翻個女走。奥さんはずっと泣いてたそうです。佢太太咧一路一路咁喊。我自分も泣いてるけども。嗯，自己都喊噶啦。もうどうしていいか分かんない。真係唔知點樣做。ただ分かってるのは。嗯，淨係咁樣喊。あの時。啊，嗰陣時。病院で早く処置をしてくださったらこの子は助かったということ。咁佢就喺度埋怨啦。如果我帶去醫院，早啲個醫生咧嚟幫佢救咧，應該救得翻咁樣。今なら分かるって言ってました。嗯，真係。溺れた小さい子は足を掴んで逆さまにしてやれば吐き出せばいいんだ水を。うん、佢就話。応急処置で。例如我見到佢浸親啦，我即刻咧幫佢倒轉，拎住隻腳係咁蹬下蹬下，可能佢會將啲水嘔翻出嚟。水を吐き出せれば大丈夫だったんだ。嗯，如果嘔翻出嚟嘅，應該冇事啊咁樣。それから手をつけられなかった。嗯，我但係我又冇咁樣做。彼は神様を信じて従ってきました。嗯，佢系一个咧真系信主，亦都系跟住主去做嘅人。神様はなぜこのようなことが起こったんですか？神啊，你点解要咁样咧喺我发生呢件事？私はクリスチャンホームを作りたくて結婚してきて、そしてこのクリスチャンホームを作りました、与えられました。嗯，我希望咧就系屋企咧就成为一个基督教嘅家，基督嘅家庭嘅，所以我结婚，我愿意咧将我个屋企奉献俾你。あなたの恵みによってこんな可愛く生まれたのに。嗯，因为你嘅恩典，我又生咗一个咁可爱嘅女。なんでこの子は死ななくてならなかったんですか？嗯，但系点解你养佢咧真系死咗咧？神様に訴えました。佢咧就喺埋怨神啊。答えはなかった。但系佢一路一直埋怨，但系神冇回应。でも彼の中にも怒りと悲しみが混ざっていました。佢个心里边咧，愤怒啦，同埋伤心啦，充满晒。そして彼はある一つのことを決意したそうです。嗯，但后来咧，佢有一件事，有一样嘢，佢就あの病院のお医者さんと看護師を銃で撃ち殺すということです。銃で。哦，他就谂住啊，话我要咧，喇叭枪咧，佢就杀咗嗰度嘅医院嘅护士同埋医生。彼は漁師でもありました。因为咧，佢系一个即系打猎啊，佢有玩打猎。政府の許可をもらって銃を持ってました。嗯，咁咧，因为佢哋枪械都有管制嘅，佢有牌嘅。彼は弾丸準備しました。佢咧就弾を準備しました。准备咗把枪，有埋子弹噶啦。これはもう人災だ。嗯，この人たちのせいなんだ。嗯，咁啊，佢话我出师有名啊，杀佢都系。もう神様信じてるけど、何にも神様祈っても答えてくださらないし。嗯，我信主，但系咧神咧一啲回应都冇。俺の人生はもう終わりだと思ったそうです。我嘅人生咧已经完噶啦。子供が死んだから。因为我个女已经死咗。俺もこの連中撃ち殺して。我要咧杀晒嗰啲有关嘅人。もうやけっぱどうなってもいいと思っておりました。嗯，咁啊，佢真系唔理啊，乜嘢都唔理。しかし葬式をしないといけないということになりまして。嗯，咁啊，但系后来梗系冇咁做啦。牧師先生呼んでお葬式をしたそうです。咁咧就后来咧就另教会嘅牧师咧就同佢个女咧就搞咗一个丧礼啊。その時教会の先生がこう言ったそうです。咁咧教会嘅牧师就咁讲。この子は地上で1年3ヶ月しか生きられなかったけども。嗯，虽然咧你个女咧喺呢个地上咧活咗系一年零三个月。お父さんとお母さんの愛情をいっぱい受けて育ったけども、得到咧你父母咧好大好大嘅爱。でもこの子は今イエス様の元に帰った。嗯，但系咧佢而家咧翻到天家去到耶稣嘅身边啦。そしてこの子は天国でお父さんとお母さんが天国に来るのを待ってるんだよって話です。嗯，佢咧而家咧喺天国咧等紧咧爸爸妈妈第日同佢见面噶咁啊。そうするした時に彼のこの人を殺そうという思いがもうぐらついたそうです。嗯，咁啊，佢咧当时听到呢句说话咧，佢就谂起自己咧想杀咗个护士同医生个。ここでもし人殺しをしてしまったら、俺は天国行けないかもわかんない。嗯，咁啊，如果我真系杀咗佢嘅，我冇办法翻去天堂咧见我个女。娘が天国で待ってるんだったら、俺はそこに行かないといけないんだ。嗯，即使我个女咧喺天堂等紧我，根本就如果犯咗罪，我冇办法见到佢。彼はまた泣いたそうです。嗯，佢话唉，好彩冇做。悔しい。咁啊，所以咧，佢觉得自己好羞愧啊，有咁嘅谂法啊。もう一度神様信じます。再一次，我再相信我。なんでこうなったかわかんない。
我真的不知道为什么会发生这种事。だけどあなたもう一度信じます。我再一次信靠主你。今は許せないけども。虽然我现在都不能够原谅他们。あのお医者さんと看護師許します。但是我现在宣告我原谅他。でも心では怒ってました。但是他其实他心里面呢还是有嬲怒的。しばらく続きました。那么过了一段时间了。しかし奥さんはもうその後鬱になってしまって。咁啊，太太咧，因为好悲伤啊，有抑郁症。彼の元を去っていったそうです。咁啊，后来咧就离开咗去。離婚してしまいました。离婚啦，离开咗去。彼は孤独になりました。咁啊，佢就变咗一个人啦。でも彼は一人で働いて神様を使えてきました。咁咧，但系继续咧就系继续系留喺教会服侍嘅。彼が46歳になった時に。到佢46岁啦。ある女性の方と出会いました。咁啊，认识咗一位女性啦。この方は大変熱心な方で。咁佢一位好熱心嘅基督徒嚟。神様に仕えていきたいという熱心な女性で、この方と結婚しました。咁咧佢不思議な導きです。咁啊同呢位女性咧就係呢位女姊妹咧就結咗婚啦。年の差が19歳。咁啊大家咧就距離嘅年齡咧係19歲到嘅。そして二人で本当に一文無しだったけども、小さな家で。教会をしながら生活をしました。咁咧，所以佢哋咧就大家咧就组织咗一个小家庭啦。虽然咧可能初头都有啲问题发生下咁样。それから10年経ちました。咁啊过咗10年啦。三人の子供が与えられて。咁咧就神咧就赐咗佢三个细路仔。そして一文なしだった彼の生活が変わってました。咁啊亦都咧令佢哋嘅家庭咧有好大嘅改变啦。大きなマンションですね。これが今9棟。9つあります。咁啊，佢哋因为你见到佢哋啲楼咧，好多数两层啊，佢有一层九层嘅楼啦。それから商業テナントビル持ってます。今からは。テナントお店とか入るビル持ってます。佢持ってる。依家咧，佢哋有好大个改变啊！又系起咗层，自己起咗层一层楼啦，几高下嘅。それから結婚式場を持ってます。咁啊，嗰個教會嗰度咧，即係會提供俾人哋租嚟結婚場地啊等等嘅。すごいまたペンションというかゲストハウスを持ってます。咁啊，亦都有咧，就係guest house 啊等等咁樣係提供俾教會去使用啊嘅地方嚟。三年前福岡行った時、熊本行った時にそのマンションも全部見たんですけども。咁佢三年前咧去過嗰個熊本咧睇過嗰層樓啊。周りはもうひびが入ってもうバツ、政府から全部紙が貼られてるんですね。もう立ち入り禁止。但係咧，因為三年前你咪講過話地震嘅，嗰層樓已經係咧即係充滿裂痕啊，因為冧過啊，喐過，咁咧已經咧俾政府咧圍咗話唔可以走再又走入去噶啦咁樣。でも彼の建物だけは無傷。傷がない何も。但系咧，佢住嗰度咧就冇事。本当に神様がいるということを見せてもらいました。咁佢見到咧神嗰個恩典咧，俾佢親眼睇到。彼は高校見てない中学卒業です。後來咧佢咧就自己咧再自修咧就係跟住咧就高中畢業啦。学歴ないです。技術もないです。雖然咧佢係一個咧都係低學歷嘅人。神様不思議なことをなさりました。但系神喺佢身上咧會有好。好奇妙的经历俾佢。その女性と結婚することによって。通过咧，佢同后来嗰个第二任妻子结婚啦。神様がヨセフのように経済を築く賜物を与えたんですね。咁啊，約瑟好似約瑟咁啊，神咧喺经济嗰方面咧祝福佢哋。そのようにして今彼は熊本の経済界の中で証しをしております。咁咧，佢咧就有一次机会咧，就喺熊本嘅一啲咧经即系都几有钱嗰啲人嘅面前咧去做。教育会の中でも証しをしております。亦都咧会喺一啲咧教育委员会当中咧就见证嘅。学历のない人がどうしてここまで来たんだということで。咁有啲人咧就好好奇啊，佢又冇学历，点解佢可以赚到咁多钱？いろんな人たちが今感動殺到してます。咁好多人咧真系咧就系嚟听佢嘅讲座啊。彼は未だに答えはないと言ってました。娘が死んだ答えです、ね。咁佢依家咧都同佢分享啊，其实当时我女死，点解我真系揾唔到个答案？でもいつか自分が天国に行った時に、但是当我回到天堂的时候、天界的时候、その答えが分かるだろうと言ってました。我可能应该会知道个答案的啦。私たちもそうです。我哋都是一样。彼はそのようにして乗り越えてきました。咁啊，佢咧都系咁样咧，佢就通过呢啲咁嘅难关。だから神様を信じるんだっていうから言ってました。所以咧，佢就可以同佢讲话，この方は素晴らしいお方だと言っておりました。呢位咧系最伟大嘅神。
私はその証を聞いてもう感動しました。うん、他聽過他見證之後他都好感動感動。私たちは本当に、生きてる間いろんなこと起こります。うん、でも真的呢这个世界发生很多很多事。2019年も始まりましたけども。うん、也都開始了進入2019年啦。楽しいこと感動的なことあるでしょう。うん、你是不是遇到一些很开心的事令你很感动呢？でも辛いことも起こると思います。但是呢也都可能你会面对一些不开心的事。予想しなかったことが起こるかもわかんない。或者遇到一些你预想不到的事。その時どうするかです。但是你面对这些事的时候你怎样呢？神の子は聖書の言葉に従うんです。うん、我哋系神嘅儿女，我哋要遵行咩？圣经嘅说话。ヨブ記の一章の21節こう書いてますね。一百記嘅一章二十一節読んでます。一章二十一節。二章はい。一章二十一節ね。一章二十一はい。系啦。剛才我們的主題的、那個、經文，我赤身出於母胎，也必赤身歸回，賞賜是耶和華，收取也是耶和華，耶和華的名是應當稱重的。はい、私たちは本当イエス、ヨブで言ってますね。主は与え、主は取られる、主の皆を褒むべきは。ですから主は私たちに与えてくださるけど取られる場合もある。でもどのような状況になっても私たちは主を讃えて主を信頼して従い続けるということであります。うん、咁啊，賞賜係佢，收取嘅又係佢，無論係好嘅唔好嘅都係佢。所以我，但係我哋咧必定要繼續稱重耶和華。私たちのこの小さな知識で頭で神様の計画を知ることできないんです。うん、我哋咁嘅智慧根本冇可能知道咧神嘅計劃。ヨブの38章を読みますと神様がヨブに語り始めます。うん、咁啊喺約伯記38章咧，神咧耶和華咧同約伯咁講啊。あなたは私がこの天と地を作ったけど、その計り縄なんか、計り縄をどうやったか知ってるのかって、ヨブに聞きます。咁啊，耶稣话：我创造天地万物嘅嘢，你根本你都唔知道啊。太阳はあって、有太阳有。もし地球が、もし太陽に近ければ、地球は焼けてしまいますね。咁啊，如果我哋嘅宇宙啊，我哋咧个地球咧接近太阳太近嘅，我哋咧可能都会燃烧啊。でも少し太陽から離れると地球は凍ってしまいます。但系如果离得太阳太远咧，我哋咧就会冻死。ちょうどこのようにいいシーズンを神様与えてくださいます。咁啊，神咧赐俾我哋啊唔同嘅季节，好嘅季节。地球は一周回るんですけども、時速1700キロだと言われておりますね。回転の速さが。地球又会自转，然后又会公转，一转呢就成1000几百公里。神様そのようにしておられるんです。神呢真系誰がそのように回転させるんでしょうか。系边个令佢咧去公转？どのようにして神様はこの宇宙秩序を保っておられるんでしょうか。点样咧就将个地球咧摆喺同个太阳嘅距离啱啱好。私たち人間には考えのつかないことなんです。呢啲冚唪唥系唔系我哋可以咧谂得到啊？咁精計算得咁好嘅。ですから私たちの知識でもって神様の全ての計画を知ろうということはできないんです。所以呢用我哋嘅少少嘅智慧呢去明白神嘅計劃根本冇可能。大切なのは神様をどこまで信頼するということです。最重要就係我哋呢係咪信靠耶穌。この方は良いお方なんです。我哋呢要信赖呢位神呢係為我哋好嘅。私たちいつも最善をしてくださるんです。良いことをしてくださるんです。佢做一切呢都係為我最美善嘅。恵みと憐みを注いでくださる方なんです。佢一路呢挑戰呢佢嘅恩典同憐憫俾我哋。よくしてくださったことを何一つ忘れるなということを詩篇書いております。詩篇講話神啊，為我所作嘅好事，每一樣好事，我哋一句一樣嘢都唔可以忘記。これがクリスチャンの歩むべき道なんです。呢個就我哋神啊，我哋人啊，應該要行嘅路啦。多くのクリスチャンがドロップアウトするのは、有好多人咧，基督徒嘅墮落。試練になった時に、神様を信じることができなくなった時です。咁啊，就係因為咧，佢哋唔信靠神啊。しかし。神様の御言葉を信じて従った人たちは、先ほどの牧師さんのように祝福されていくんです。如果你願意信靠神、相信他的話語、行他的話語的話呢、好像剛才呢、講嗰個牧師的見證、我哋都可以做得到嘅。もうメッセージ終わりたいと思いますけども、最後になります。ヨブの42章になりますと、ヨブの42章。42章ですね、もう最後ですね。42章。はい、それで42章12節から最後まで読んでもらえますか。12節開始至到尾。ヨブの42章の12節から、17節までですね。
12節から最後まで。咁我读啦。约伯记四十二章十二节，这样耶和华后来赐福给约伯，比先前更多。他有一万四千羊、六千骆驼、一千对牛、一千母驴。他也有七个儿子、三个女儿。他给长女起名叫耶米玛，次女叫基洗亚，三女叫基连哈珀。在那全地的妇女中，找不着像约伯的女儿那样美貌。他们的父亲使他们在弟兄中得产业。此后约伯又活了一百四十年，得见他的儿孙直到四代。这样约伯年纪老迈，日子满足而死。はい、これがヨブの祝福ですね。这个呢就是约伯得神的祝福。神様に信頼するとこのように長寿も与えられて。他信靠耶和華、四代まで下まで見ることができた。他能够呢可以见到他的孙儿直到四代。奪われたものもちゃんと返されるですね。然后呢跟住呢就翻天家。ですから私たちが本当にこの信仰的に祈れなくなる時ありますよ。我哋呢有时呢もう好難未必能够呢次次都憑信心去祷告。聖書を読みたくない時も来ます。有时呢未必真的行到四天国。セルグループも行きたくない時はあるかもわかんない。有時可能啊，我都唔係好想參加小組啊，今日。そういう時どうするかですね。咁呢個時候你有咁嘅諗法嘅時候，你應該點做咧？例えばここに一枚の紙がありますね。咁呢度有一張紙。何に見えますか？你見到呢個係乜嘢？これ生きてると思います？你覺得係咩嘢？生きてると思います？你覺得係咪係有生命啊？你覺得佢生きてると思う人？你覺得佢有冇生命啊？死んでると思う人？你覺得佢死咗嘅？如果你觉得佢死咗，你可以举手。これ飛ぶと思う人。你觉得佢识飞嘅？你觉得？飛ぶと思います？飛ばないですね、これね。系嘛？就唔系话真正一只好似蝴蝶可以咁样飞嘅，そうなんです。私たちが飛べない時もあるんですよ、信仰的に。咁我哋羽ばたくことができない時があるんです。咁我哋有时真系飞唔到。でも私たちがこの神の言葉である聖書を信じて、だから如果我相信聖經嘅説話、神の中で生きる時に、我哋咧活喺神嘅当中嘅话、神様は私たちを生かしてくださるんです。神咧就令我哋咧就有呢个生命。ちょっと見てみますね。你哋试下啦，睇下啦，去。挟みますよ。咁啊，将佢夹喺呢个圣经里边。哦，就系咁啦，就系活喺圣经里边，你就会识飞啦。何かね動きましたね。啊，你见到佢飞哦。はい、ちょっと準備不足で、種も仕掛けもあるんですけども。啊，咁啊，準備唔够，所以可能飞得唔高。ちょっと準備不足でしたけども。でも今のような感じで本当に神の御言葉入った時に私たちは生きるんですよ。所以ね、進入神的説話裏面ね、你就充滿活力有生命啦。飛ぶことができます。你就可以ね、好似頭先嘅蝴蝶。皆さんの思いもよらないことを神様計画しております。你哋諗唔到嘅，但係神喺你裏。神様に期待していきましょう。你哋要期待啊。サタンは来ますよ。サタンも会攻击。皆さんの希望を打ち砕こうとして来ますよ。但佢会咧抢走你哋嘅盼望。騙されないでください。佢咧唔好俾佢哋俾魔鬼欺骗。聖書はこう書いてるということを皆さん宣言してください。你嘅圣经所有说话你要宣告。主は与え、主は取られる。主の皆を褒むべきかなと言って褒めてください。你要咧真系要称赞耶和华。你话耶和华要系我哋应当要称颂嘅。お祈りいたします。我哋低头祈祷。天のお父様感謝いたします。天上一父啊，感谢你。この朝。今日朝啊。アメージングレスチャーチで、我来到咧教呢度教会当中、このように、同咧弟兄姊妹一齐、大切な、可以过到一个咧、一年の初めの礼拝を、咁重要嘅崇拜嘅事、私のようなものがメッセージできて、亦都咧能够可以喺呢度咧为同あなたに心から感謝して、真系好感谢主、天のお父様、天父啊。どうかあなたの御言葉だけがとどまりますように。让我咧真系咧活喺你嘅。神様はどんな時でも信頼するお方であるということ。無論咩事我都要信靠主你。私たちのわからないこともたくさん起こります。我喺我身上咧发生会好多好多。でも神様のご計画は。但系咧神你嘅计划。私たちに幸いを与え。你会令我。将来と希望を与えるそのお方であります。亦都咧赐我盼望嘅主。どうぞ神様がこの教会に与えているこの希望を。神啊，请你。計画を。盼望你嘅计划。この2019年。教会当中喺2019年，あなたの恵みによって、通过你嘅慈しみによって、恩典你嘅怜悯，この教会を前進させてくださりますようにお願いいたします。带呢个教会进发啊！建てられてる
牧師先生ご夫妻を祝してくださりますように。祝福咧，牧師同師母啊。またセルグループのリーダーたちを祝してください。祝福咧，小組嘅所有嘅领导。CS の先生たちお一人お一人祝してください。祝福咧，主日学嘅先生。そして集ってるお一人お一人神様を用いてくださりますようにお願いいたします。亦都咧祝福咧，你嘅弟兄姊妹啊。この終わりの時代にあって。呢家系末世啦。世界が暗くなっていく時に。这个世界呢变得好昏暗。ここに光があるということを神様見せてください。但呢神呢你让人见到香港にこの教会があるんだということを。在香港啊。神様の栄光を表している教会があるということを。所有教会呢成为呢多くの人たちに知らせてください。神啊请你呢祝福教会。用いてくださりますように。使用教会。イエス・キリストの皆によって祝福してお祈りいたします。祝福的名祈求。アーメン。ハレルヤ。我们请牧师呢做多次那只。蝴蝶波的，哎，可以企喺中间。もうないです。之后你再问佢系点解可以飞嘅。好，我哋预备自己领圣餐啦。